こんにちは、坂太郎です。ビッグチロル。私ですね、この商品コンビニで見つけた瞬間マジで喜んだんですよ。これ棚の一番上に1個だけ載ってたんです。ビッグチロルと書いてあるだけに、この形の大きなチロルが1個入ってると。多分ね、全国探せばね、そう思った人かなりの数いらっしゃると思いますよ。このビッグチロル、この形の1個のチロルだとむちゃ重たいんやろなと思った瞬間に、あれ？でも買っちゃいました。なおかつ白いちご食べたことがない、なのに買う。どうするこれ。初恋の香りってどんな香り？初恋っすよ、幼稚園。それでは開けてみます。あれ？どうやって開けるんですか？どうやって開けるの？これ、アルファスーパーリミテッドカスタムエディションプレミアム、なんか、おぉ、なるほど、なるほど。なんかね、この塩、おっと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 、まあ、全部出してみましょう。草じゃない。いい香り。草ちゃうわね。ちょっとね、せっかくなんで整理整頓します。はい。ということで、整理整頓、片付きました。開けてみますよ。食べたことある方は、今更何を言うとんねん。大昔から出とるやないけという。白。白いちごやもんね。オルファで切ってみたいと思います。どう切るか。風車っぽい。あ、風車？これに沿って、切ってみましょうか。こう？カーブ？なんかいまいち。せーの。うん。美味しそう。それでは、いただきます。うん。美味しい。美味しいじゃないですか、これ。うまい。初恋の味なんだよ、これ。これが初恋の味か。なんか、いいんじゃないですか。ビッグチロル。できれば、この大きさの1個のチロルを、いつか作っていただきたい。そんな気がします。この、チの字をちょっと上げて、ねじらしたあたり。このあたり、さすがですね、チロルさん。脱帽いたしました。